DeNA のハンデとして瀬田球団から1人ずつ徴収するなら誰？ソフトバンク強すぎるので力貸してください。巨人中日広島から戸郷高橋大瀬良を借りて、阪神ヤクルトからは大山サンタナ借りれば勝てるんじゃね。やっぱり投手借りたいわ。ただオースティン負傷ってなるとまた話が変わってくるんだよな。ヤクルト以外からは先発だろ。正直まず先制された時点でかなりきついし、試合は作れるピッチャー欲しいわ。ヤクルトはサンタナか村上のどっちかじゃね。それかショートの長岡か。細川は生え抜きなので借りるも借りないもないでしょう。ソフトバンクさんも無双状態で日本シリーズじゃないんよな。去年とか一昨年は楽しめたのに。中日ファンやが高橋が一番いいと思う。ライデルや細川もいいと思うんだけど、圧倒的なピッチャーでソフトバンクをねじ伏せるしかない。さすがにセリーグは良いピッチャー揃ってるし、才木浩と菅野で勝てるやろ。村上呼んでも使えるか。宮崎いるし、ファーストオースティンいるし、キャッチャーでもやらせる気かよ。なんならソフバン以外の11球団から1人ずつ助っ人を呼びたいわ。横浜打線は現状オースティンの離脱がめっちゃ痛いから、投手補強さえできれば倒せるんじゃね。才木はもう多分ダメだし、阪神中日でダブル高強でいいんじゃないか。広島は意外と票分かれそうだな。坂倉ってのも結構いいと思うし、森下とかの先発陣も相性的に良さそう。それよりソフバンから山川近藤を抜いてもらった方がいいわ。俺なら中日ライデル、広島坂倉、巨人岡本、阪神才木、ヤクルトサンタナで行くかな。横浜のポジション的に打撃があれなのはライトキャッチャーかな。そうなると大城とか細川あたりの選出がいいかもね。ただベイの投手陣見てると、やはりセリーグのトップクラスのピッチャー貸した方がいい気する。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。